こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、皆さん今日の動画配信は見ていただけましたでしょうか。今日は動画配信の、裏話をしたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。ツイキャスの公開収録を含む全35アプリで好評配信中です。月曜から土曜まで毎日放送中ですので、ぜひお好みのアプリでいいね、登録、購読、フォローよろしくお願いします。はい、今回のですね、動画、実は今までと違ったことをやっているんですよ。今朝ね、8時にフォートナイトの動画ね、アップしましたよね。あれ実はちょっと普段と違うやり方でやった部分が一つあったんですよね。気づきました？うん、そう、実はですね、あれ音声が普段とねちょっと違ったはずなんですよね。皆さん気づきました？実はですね、今日アップした動画は音声をまあほぼ同時撮りした動画だったんですよね。でしかも同時撮りもね、同時撮りも、ちょっと違うやり方で撮ったんですよ。キャプチャーデバイスで、音声をなんかミックスして収録する方法があるんですね。で、その方法で実はかつてやったことがあります。ただその方法ですと、ゲームの音が、音と自分の声もミックスされてしまって、例えば自分の声をこの部分不適切だからカットしたいなとしたとしても、結果としてゲームのその一部分もカットしなきゃいけなくなっちゃうんですよ。あ、ちょっとこれは使えないなと思って、それでね一回やめたことがあったんですね。ただまあヒカキンさんも含め、おそらく多くのゲーム実況系 YouTuber の人たちは多分同時撮りが多いと思うんですよね。要はゲームプレイしながらその場でね、わーわーわーってリアクションをして、撮ると。ね。まあ、その方がね、リアルタイムなこう醍醐味伝わりますから、多分ほとんどのゲーム実況 YouTuber さんはそうだと思います。で、ただ僕は実はそれは、そういう理由があって、まあ一つやってなかったんですね。で、まあもちろん理由としてはもう一つあって、いまいちそういうリアルタイムのテンションで、語っていくのが得意じゃなかったっていうのも、もちろんありました。どちらかというと僕の動画は解説系の動画です。ですから、まあリアルタイムでというよりはきっちり編集して分かりやすく伝えるということの方がね、大事だと思ったからです。ただね、実は昨日の動画はもう同時撮りだったんですよね、そもそもが。だから多分一つあれって思ってくれたら嬉しいのは、多分言葉遣いがね、ちょっと違ったはずです。やっぱりリアルタイムだと、言葉遣い、ほんとね、素になっちゃいますね。だから若干、普段の、こう、棒読み的なところから、若干ね、ちょっと汚めな感じの言葉遣いになっていたと思います。うん。なんか多分途中でクソとかで、そういうのも多分言ってたんじゃないかな。うん。そう。だから、一方で、デスマス調じゃなくて、本当に普段の言葉遣いになっていたはずなので、まあ、一方で親しみやすさというのも、もしかしたら感じた人もいたかもしれません。うん。まあ、僕自身、昨日自分で編集してみて、まあ、このぐらいの砕けた感じなら、まあいいかなと思って、もう本当そのままね、動画をアップロードしました。うん。だから多分言葉遣いはかなり、その自然な、すぐ横でおっちゃんがゲームプレイしてるような感じにはなっていたんじゃないかなと、思います。で、キャプチャーで同時収録すると、まあゲームと声がね、ミックスされちゃうのでやってなかったと。あれ？じゃあ今回はどうしたんだと疑問に思われた方いるんではないでしょうか。はい、そうなんですよ。ですから今回、そのゲームデバイスを使った同時撮り、声の同時撮りっていうのはやってないんですね。今回は実は、この
ラジオ番組でも使っているんですが、 IC レコーダーをすぐ脇に置いて、でこの IC レコーダー、録音の機械をポチッと押し、そしてほぼ同時にキャプチャーデバイスのキャプチャーのボタンもポチッと押しというのをまあやったんですよ。まあですから2台の機械同時押しみたいな、そんな感じで録音スタートというふうにしたんですね。なので、音声のデータは IC レコーダーの方に取られますので、それを後でパソコンの方で自分でミックスするという感じにしたんですよね。そう、だからもしかしたら気づいた人いるかもしれません。何があるかっていうと、多分ね、こう呼吸音とか、あと僕の、まあこれはちょっと汚いんですけど、僕のくちゃくちゃ音的な、なんかいわゆるリップノイズみたいなものは多分よーく聞くと実はかなり入ってます。うん、そう、これはね残念ながらしょうがないんですよね。だいぶマイクを遠ざけて消したつもりではあったんですけど、やっぱりね IC レコーダーかなり音質がいいので、本当にちょっとした音もねキャッチしちゃうんですよね。そう、だから一方で音質はね多分すごくこうなんでしょうね、ナチュラルな感じに、若干クリアな感じで綺麗になっていたんではないでしょうかね。人によっては多分、音声ちょっとちっちゃかったよねっていう人もいるんだと思うんですけど、でもそれ正解です。音声ねちょっとね若干ちっちゃかったです、昨日は。うん、だからその分一応 BGM も全体的にマイナス3、本当にわずかに、音声下げてます。うん、この辺はまあ僕のその感覚値なんですけども、やっぱり音、ゲーム音と BGM のバランスって、やっぱり BGM がね邪魔しちゃいけないじゃないですか。だからまあ僕、ただ僕の場合はこだわりで一応 BGM 入れてるので、完全に消したくもないということで、バランスをねちゃんと取って、声の録音は変えたけど、ちゃんとねいつもと普段と変わんないようなバランスには一応したはず、なってるはずです。うん、そう、だからやっぱりね IC レコーダーの方がやっぱり音声綺麗なんですよね。この、Tascam DR-05 っていう機械なんですけど、うん、音のこう波形ってあるじゃないですか、波形で、波形が、プラスマイナスあって、山がこうギザギザになるんですよ。でそのギザギザがプラスマイナスね両方同じくらいちゃんとね鋭くなるんですよね。まあ入力のレベルを間違えて音割れしちゃうと、それはもう直しようがないんですけど、小さい音を本当に的確にキャッチして、しかも自然な形の波形で再現するっていうのは、やっぱりね専用機だけあって、すごいクリア、自然な、なんかねシャープに聞こえるんだけど、若干ね角が取れた丸い感じになって、すごくね聞きやすいんですよね。まあ普段のマイクも2回、ファイファインのマイクに変えてから、ちょっとね聞きやすくはなったと思うんですけども、でもやっぱりねマイクよりも実はちょっといいんですよ、こっちのタスカム DR-05 IC レコーダーの方がちょっとねいい気はします。だから僕自身も聞いてて、すごい音はちっちゃくなったけど、なんかちょっとね自然なマイルドな感じにはなったかなという気はします。うん、あ、そうで、ちなみに今朝の動画で一つ失敗は、キャプチャーデバイスの方のゲーム音の方が実は取れてないんですよ。なんか知らないですけど、キャプチャーデバイスでたまにゲームの BGM、 ヘッドホンは聞こえるんですよ。ヘッドホンは聞こえるんですけど、キャプチャーするときに音声をねキャッチ逃すときがあるんですよ。いやこれねちょっと不本意なんですけど、そうだからたまに確認するようにはしてるんですけどね。そうだからちょっとその辺は、申し訳なかったなと思いますが、そうなので音声をね今回変えてみたという話でした。まあでもね音声ってほらアウトプットの環境が人それぞれじゃないですか。ヘッドホンで聞く人もいれば、イヤホンで聞く人もいる、それから外部スピーカーで聞く人ものによっても、ね、スイッチ本体から聞く、テレビの出力から聞く、パソコンのスピーカーから聞く、ほんといろいろじゃないですか。だからね
声のマイクとかを良くしても実はそんなにね聞いてる人にとっては分からないことも多いんですけど、でもやっぱりねいいヘッドホンとかイヤホンで、聞くとどうしてもそういうの分かっちゃうので、で今回はね、あの先週動画がほら全然アップできなかったじゃないですか。だからなるべく効率的に動画を撮りたいなというのもあって、じゃあ同時撮りやってみようで、せっかくだからというので今回この方式にしたら、まあアップデート動画だったのでね、比較的すんなり相性は良かったので、まあ良かったなと思います。動画作成の時間は短縮できて、今日のね今朝もうアップできましたから、そうだからテーマによってはやっぱりこのやり方いいなと思うので、今後も続けようと思います。皆さん今朝の動画を見て気づきました、もしくは感想ありましたらぜひね、コメント欄レターなどいただけると嬉しいです。もうすでにねコメント動画に書いてくださった方もいると思いますけど、はい、ぜひラジオの方にもね、コメント感想をいただけると嬉しいです。うん、まあでもね今回のこの声の別撮り、いつもはアフレコだったんですけど、同時別撮りはなんかね僕自身もやってて、一方で素の僕をね出せたと思うので、なんかやってる僕自身も楽しかったので、うん、良かったなと思います。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒にみんなで動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。